クルツオラの海戦は、第二次ベネツヤ・ジェノバ戦争中の1298年9月8日、南ダルマティアのクルツオラ島付近で、ジェノバ共和国とベネツヤ共和国の間で行われた、海戦。13世紀から14世紀にかけて、地中海やレバントの貿易をめぐって、ピサ共和国、ジェノバ、ベネツヤの間で長い戦いが続いたが、このクルツオラの海戦は、ベネツヤにとっては、 最大級の敗戦となった。戦闘の場は、クルツオラ島と大陸のペレーシャツ半島の間の海峡と島の沿岸であった。また、ベネツィア兵が島に上陸した時、その浜でも戦闘があった。ベネツィア艦隊を率いたのは、アンドレア・ダンドロで、ジェノバ艦隊を率いたのは、ランバドリアだった。ベネツィアのガレー戦、クルツオラ島両軍の戦力は拮抗していたが、 ベネツィア艦がジェノバ艦を捕らえようとして座礁し、ランバドリアはその隙をついて、ベネツィア艦隊を逆方位した。これにより、ベネツィア艦隊は壊滅状態になり、95隻のうち多くて83隻を失い、約7000人が殺された。アンドレア・ダンドロは捕虜となり、ジェノバへ送られる船内で頭を船体に打ちつけ、自殺した。一方、ジェノバ艦隊の損害も軽くはなく、 ランバドリアも戦闘で息子を失った。ベネツィアはすぐに100隻のガレー艦隊を編成し直すことで、ジェノバとなんとか温暖な和平を結ぶことができた。16世紀の地理学者、ジョバンニ・バティスタ・ラムージオが伝えるところによると、中国への旅行で有名なマルコ・ポーロはこのクルゾラの海戦に、ベネツィア海兵として参加して、捕虜となり、ジェノバで牢獄に入っている間に、 東方見聞録を口述筆記した。ただし実際のところマルコポーロが捕虜となったのがこの戦いだったのか、それともこれ以前の小規模な戦闘においてであったのかは不明である。ありがとうございます。